若様、いろんな修行の忍術やってくれたと思うんじゃな。こんな忍術であったり、こんな忍術あったと思うんじゃが、これよりは我ら忍びの修行の成果をご覧いただこうと思います。題して忍術披露。ってなってる時にこう逃げるというために使っとった道具なんです。こたびはこれをちょっと披露しようと思うんじゃけれども、今言ったようにちょっと人に向かってやると危ない。そうだな。こたびはこれ、ポジトが持ってるこの的に向かってハーフといたし、的を当ててみたい、的に当ててみたいと思います。一瞬じゃから機内を見とってくださりませ。よし、見えるか。見える。じゃあ参るぞ。はっ。うまい。おお。見事だ。見えた？見えました？はい。はい。ちょっと見づらいかもしれない。見づらい。では、ちょっと的変えてやってみようと思います。さようでござりますな。ちょっと難易度を上げまする。やはりこの的に当てるということは我らは修行しておりますゆえに、まあ簡単ゆえに、こたびはこのババン緑色の風船に向かって今度はハーフといたして、この風船を割ってみようと思うんじゃけれども、これならよく見える。あ、見えます。よかったです。お墨付き。さあ、この風船にはちゃんと当てないばなりませんし、勢いも大事になります。そうしなければ割ることができない。そして、ちょっと一個言ってもええでございます。おお、最近あまり的に当たらないあった。衝撃。そうじゃったんじゃ。今不調続いておりますゆえに、皆の応援も大事になります。分かった。ゆえに頑張れと応援していただければ、なんとかこの緑色の風船を割ってみたいと思います。ゆえに一度皆頑張れと声援をお願いしてもええでござりまするか。せーの、頑張れ。ありがとうございます。さあ、これで割ることができるのか、みんなしかと見といてくださりませ。そして割れた時には大きな拍手をお願いいたす。参る。名古屋市科学館にて11月30日より行われます
まあ、忍者について紹介する催し事でございますが、展示でございます。まあ、我ら忍びが日々の戦にてどういった技術を使っておったのかというのを、まあ、科学的側面から紹介するそのような催し事でございまするな。故にこの名古屋市科学館の忍者アカデミーで得た知識、日々の家事や任務、それからお勉強などにも生かす、そのような機会にしていただければと思います。ぜひぜひ11月30日からの忍者アカデミーお越しくださいませ。お願いいたします。さあ、我ら徳川家康服部半蔵忍者隊は愛知の観光 PR 隊として日々活動しております。服部半蔵様を中心に忍者の情報を皆に発信し、先ほどやった忍者体操も U のチューブで見ることができますが、故にぜひ我らの情報発信、情報受け取ってくださりませ。それでは最後は我らの剣舞をご覧いただこう。白虎徳川御覧あれ。正しき心、忍びたる者を忘れはせぬ。心に合いは辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。武者隊の M も楽しみにしていてくださりませ。それでは我らはこれにてドロンジをまた